海上保安巡視船での日米間での合同演習が行われる中、竹島の南方の日本の排他的経済水域内で、韓国側が未同意の調査活動を強行しているとの情報をキャッチしました。今回は、韓国の竹島沖での巡視船の動きを詳しく見ていきますね。韓国が強制的に竹島を盗んでいる状況は、日本国民としても心が痛いところ。韓国では汚物風船攻めで、なんとも北朝鮮への友好ムードに戻る雰囲気が、ムン・ジェイン政権みたいのがまたできたら、日本もアメリカも呆れるよね。韓国では2022年5月に現在のユン・ソンニョル政権が誕生、それまでのムン・ジェイン政権の行ってきた新中国及び北朝鮮との融和的な政策からは脱却、ことに安全保障面ではアメリカへの回帰が明確になっている。これに合わせてアメリカを唯一の同盟国とする日本との関係も、ユン・ソンニョル政権が誕生した際にはこれまでの度重なる反日的な動きが緩和される方向に向くのではと期待する声も日本では多かった。確かに前、ムン・ジェイン政権に比すれば、現、ユン・ソンニョル政権は反日的な動きや政策を改めてきているとも言えるが、それでも、未だ排他的水域をめぐってのトラブルは、現在進行形で発生している。今も、韓国側が不法に占拠し実効支配を継続している竹島、韓国名、独島の周辺の海域を管轄しているのは、日本の海上保安庁の第8管区海所保安本部であるが、同本部によれば、竹島の南方の日本の排他的経済水域内で、韓国側が未同意の調査活動を強行したことが報告された。今回の件は、2024年6月6日の午後6時頃から6月8日の午前5時半過ぎまでの期間、竹島からおよそ 69km ほどの距離にある南方の日本の排他的経済水域内で発生。韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属する船舶の船、ヘヤン2000が実施したとされる。この期間に、当該の日本の排他的水域内において、この韓国の国立海洋調査院に所属するヘヤン2000は、ワイヤー状の器具を海中に投下して、何らかの調査を行ったとみられ、この行為を発見した海上保安庁の第8管区海所保安本部の巡視船が、無線による警告を発したという。日本側の見解としては、当該海域は日本の排他的経済水域内であり、事前に韓国側から日本側に了解を得ていない調査活動は黙認できないため、海上保安庁の第8管区海所保安本部の巡視船は、直ちにその行動を中止するように継続して、ヘヤン2000への警告を行った。しかし、こうした日本側巡視船から無線による中止の警告を、結果的に、韓国のヘヤン2000は無視し、発見からおよそ1日半もの間、当該の海域におけるワイヤー状の器具による調査を継続した後、ようやく韓国側の海域へと戻ったとされる。海上保安庁の第8管区海所保安本部からの同事象の発生報告を受けた日本政府は、外務省のナマズアジア大洋州局長が在日韓国大使館の次席公使へ、未召中間公使が韓国外務省へと抗議を行っているが、現時点で韓国側からの声明等は確認されていない。個人的には、こうした事態の発生に対し、海上保安庁が現場で情報を収集し、その内容を各関係の省庁に報告、内容を確認した上で、政府が対応を決定、外務省を通じて、相手国、今回のケースでは韓国に抗議するという、当たり前の対応がなされたとは感じる。しかし、今に至るまで、韓国側から、内容は、どうで、あれ、何の説明もなされないという時点で、こうした問題を見るにつけ、本質的な意味で、日韓両国の関係が、少しずつでも、前向きな方向に変わってきているとは、到底思えない。したがって、韓国で、2022年に、現、イン・スズウェツ、ユン・ソンによる政権が誕生した際には、日本の一部の大手マスメディアでも、日韓関係の改善に期待するという論調が多数散見されたが、改めて楽観論は禁物だと思わざるを得ない。そもそも、今回も、
問題の中心となった韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属するヘヤン2000は、これまでも過去複数回にわたって同様な行為を繰り返し行っている船舶であり、いかに政権交代が起ころうとも韓国側の対応が劇的に変化するとは考えにくい。確か前回はこの国立海洋調査院に所属するヘヤン2000は2022年8月に竹島の北東方面 U の海上のおよそ 100km ほどの位置にある日本の排他的経済水域内で今回と同様に日本側に事前の承諾を得ることなくワイヤー状の器具を海中に投下して何らかの調査を実施している。さらにこの3ヶ月前の2022年5月にもヘヤン2000はほとんど同じような日本側に事前の承認を得ていない調査とおぼしき活動を行っており、いわば講じた事案の常習戦で、もちろん発生のたびに日本政府は抗議を行っている。しかしいずれもこれも今回と同様に韓国側からは何らの説明もなされなかったと個人的には記憶しており、その点から推察するに韓国側としては竹島を実効支配していることもあり、その周辺海域は日本の排他的水域とは見さしていないと考えるべきなのだろう。日本政府のスタンスとしては、韓国に不法占拠されているとしている竹島にしても、ロシアに不法占拠されているとしている北方四島にしても、本来は日本固有の領土であるとの姿勢を崩してはいないが、何ら有効な交渉にはつなげられていない。こうした現実を鑑みれば、今は日本が実効支配を行っており、専従の警備体制を海上保安庁も敷いて警戒を続けている沖縄県の尖閣諸島についても、今後仮に中国側の上陸を一度でも許せば、竹島や北方四島と同じ状態になる可能性は非常に高いだろう。だからこそ尖閣諸島に関しては、かつては台湾の活動家らが上陸を敢行した事件もあったが、今後中国に同様の行為を許してしまえば、未来永劫そこを事実上の中国領とされてしまうことは明白で、絶対に阻止すべく対処する必要があると思える。そうした尖閣諸島をめぐる日本と中国との間の情勢が年々厳しさを増す中でも、沖縄本島の大手マスメディアは、かつての太平洋戦争での凄惨な地上戦の過去から反米親中を標榜する態度を未だ改めて排ない。その中でそうした勢力を代表する玉城氏が沖縄県知事の座を守っており、個人的は非常に憂慮すべき政治状況だと感じていたが、この2024年6月の沖縄県議会議員選挙では、玉城沖縄県知事の勢力はついに過半数を獲得することができなかった。実に定数48名の沖縄県議会で、改選前の玉城沖縄県知事らの支持勢力は半数の24議席を占めていたが、改選後には実に16年ぶりに反玉城沖縄県知事を掲げる自民公明の国政与党と日本維新の会の合計で28議席と過半数を大きく上回った。これによって玉城沖縄県知事らの支持勢力は20議席を獲得したのみにとまり、沖縄本島で根強かった反米親中路線の政治状況にも、ようやく中国の台頭を危惧しての県政に変化を求める世論の高まりを感じさた。さて沖縄から韓国の方へと話を戻せば、2018年の12月20日能登半島の沖内の日本の排他的経済水域内の日本海上において、韓国海軍のミサイル駆逐艦のクアンゲとデワンが海上自衛隊の P1 哨戒機に火器管制レーダーを照射した一件があった。これについて日本側は一貫してクアンゲとデワンが火器管制レーダーを照射したことを当時の映像や音声を公開して事実であると主張、韓国側に適切な説明を再三求める動きを行った。しかし韓国側は主張を二転三転させた挙句、結局この件をうやむやにしていた感が拭えなかったが、最近になって非公式ながら韓国の一部の軍人らが前文大統領から当該の事象の隠蔽工作を行うように指示を受けたと認めたと報じられた。
非公式ながら、韓国の軍人の一部から、こうした声が上がったことは、当該の事象の発生後に、なぜ、そのような行為を、クアンゲとデワンが P1 哨戒機に行ったのかという問いへの日本側の推察が、おおむね正しかったことの証明だと考えられる。日本側では、当時、クアンゲとデワンは、北朝鮮に便宜を図るべく、同国からの脱北者が乗った船舶を捉えて送還しようとしていたのではないかと、との見方があったが、この推察が正しかったことを示していると思われる。